はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、くま散歩でございます、2024年、初登山でございます。本日はですね、兵庫県、豊岡市に来ております。今日のですね、登山は来る日だけ城崎温泉の、大師山、そちらの2つの山を登っていきたいと思います。まずはですね、来る日だけ登ってですね、ずっと縦走コースを、上がっていき、最後は大師山、城崎温泉の大師山に向かいたいと思います。では2024年初登山、今日もですね、ゆっくり安全登山で、やっていきたいと思います。来る日だけの登山口から、最初から、急登でございますね。結構な登りを、歩いております。こちらですね、来る日だけ標高が確かですね560ぐらいでしょうか、560メートルぐらいでしょうか、低山の部類に入りますけども、結構これ登ると、きついですね。急登が、すぐに急登が始まりました。足元一歩一歩歩いております。今日はですね、天気予報、天倉の予報だと、曇りのうち晴れとなっております。このような感じですね。確かに曇りのうち雲が多い晴れ、そんな感じですね。山頂に着く頃は晴れてほしいんですけども、どうでしょうか。またまた、きつい急登ですね。登山道、昨日というか昨日ですかね、昨日雨が降ったせいかぬかるんでますね。湿った登山道となっております。非常に滑りやすいです。この落ち葉の落葉の湿り具合がちょっと怖いですね。だいぶ滑ります。気をつけて、登っていきたいと思います。少し、眺望のいい場所に、出てきました。ここ展望ポイントみたいですね。あちら下の川、丸山川というらしいです。豊岡市街地方面に流れております。いや、気持ちがいいですね。このままずっと、本日晴れてくれればいいんですけども、先ほどのですね、展望ポイントを過ぎると、その先少し行ったところに中継ポイントございます。一旦そこで10分ほど休憩したいと思います。はい、中継地点で、到着しました。ここまでの時間、40分ほどでしょうか。少しペース、早めでしょうか。一旦ここで、休憩していきたいと思います。10分ほど休憩いたします。はい、10分ほどの休憩が終わりまして、来る日だけに向かって歩いていきたいと思います。いや、中途半端な雪がありますね。めちゃくちゃ滑りやすくて、水を含んだ雪でしょうか。いや、これ滑りやすいな、これ危ないな。ここはちょっと本当に気をつけて、歩いていきたいと思います。お地蔵様が、倒れてますね。ちょっとこれ起こしておきます。はい、失礼いたします。お地蔵様、失礼いたします。起こさせていただきます。よいしょよいしょ、よいしょ、いつも登山道を見守っていただきありがとうございます。本日もよろしくお願いします。では行ってまいります。よいしょ。
あともう少しで、山頂だと思います。最後の急登でございます。クルヒ岳の山頂手前の、最後の急登でございます。いやー、結構雪が残ってるというか積もってますね。もう周辺はすっかり曇り空になりました。ちょっと暗いですね。雨が降らなければいいんですけども、もうすっかり太陽の光もなくなってます。休憩所のような建物ですね。いやー、おー、結構眺めのいい展望のいい、休憩所でございます。いやー、素晴らしい。はい、休憩しようと思いましたけど、もうこのままですね、山頂に向けて歩きます。はい、少し、水分補給しただけです。もう休憩せずにこのまま、山頂に向けて歩いていきたいと思います。はい、山頂登頂ですね。無事に登頂しました。いやー、天気はとりあえず最低限持ってくれたと思います。最後まで持ってくれればいいんですけども、いやー、この豊岡盆地っていう盆地でしょうかね、丸山川と、豊岡市街が少し見えますけども、いやー、もう気持ちのいい、景色でございます。はい、ではですね、この眺めを見ながらですね、もうここで、休憩していきたいと思います。カップラーメン、食べていきたいです。その後はですね、城崎温泉方面へ下山していきます。まあ、下山というか下山の前に大師山、行って、下山していきたいと思います。ぐるっと、城崎方面に歩いていきます。まあ、下山というよりかまだ縦走コースがございますけども、とりあえず休憩して回りたいと思います。はい、約30分ほどですね、休憩して、今からですね、大師山方面、城崎温泉方面へ、歩いていきたいと思います。ぐるっと縦走コースを、歩いていきたいと思います。一旦、車道に出ます。車道を少し、歩いた後、また登山道がございますので、そちら方面に向けて歩きます。はい、この分かれ道を、そのまま真っ直ぐ右側ですねに行きます。はい、車道ではなくなりましたけども、こういった、林道歩きでしょうか。多分これがずっと続いていくんでしょうけども、いやー、なだらかな道で楽です。はい、大師山、登頂ですね。これ多分大師山ですね。いやー、城崎温泉の、温泉街が見えますね。誰もいません。ロープウェイもなんか閉まってますね。閉まって営業してないんでしょうか今日は。いやー、これからですね、もうこのまま下って温泉街の方に行って、温泉寺ですね、そちら、お参りして温泉に入って、本日は終了でございます。はい、今回ですね、クルヒ岳大師山登っていきましたけども、いやー、クルヒ岳の最初の急登きつかったですね。今年初めての登山、有意義のある一日でした。今から温泉寺に行って、お参りして温泉に入って帰ります。また電車で帰ります。また次回の動画で、できればですね、登録ボタン押してもらって、はい、次回見ていただければと思います。では本年度も、今年もよろしくお願いいたします。では熊散歩でございました。